クジラカワ動物園に新しい仲間がやってくる。あ、やってきた。やってきた。うん、やってきた。やってきただった。ということで、みんなお毎度、こちらから動物園の飼育員1号、団長だぞ。あのね、すっごい生き物が、こちらから動物園に来ちゃいました。おそらく、個人でこの生き物を飼育しているのは、日本でうちだけです。しかも、2024年2月現在、動物園ですら見ることができるのは1箇所だけ。ね、すごいでしょ？震えちゃうね。あ、ちなみに団長が今いる場所は、そのすっごい生き物の生息地っぽいところです。あー、寒すぎる。あー、こんな寒いところにいるとっても珍しい生き物ってなんだろう。みんなわかったかな？お迎えの準備からその子たちが到着するまでを順を追ってお見せしていくので、ぜひご覧ください。どうぞ。はい、サビサビ。はい、団長が頑張って新入りさんのためのお部屋をセッティングしていきます。大きな木が運ばれてきましたね。これは栃木県まで行ってもらってきました。団長の弟がハイエース借りて運んでくれたの。園長がお仕事修羅場中だったのと、この子たちは団長が欲しいって言ってお迎えを決めた子なので、団長がメインで準備しています。それにしてもでっかいな。入るのそれ？やっぱ入んなかった。ちょっとね、枝が長すぎたかな。長すぎたとこはね、ノコギリでカットしていきます。この作業がなかなか大変だった。そういえば、よくクジラカワ動物園にはなんでこんなに珍しい生き物がいるの、どうやってお迎えしているのって質問をもらうのだけど、ほぼほぼ園長の人脈あってのものです。今回の子たちも日本に入ってきてすぐ、お世話になっているお店から連絡をもらったのでお迎えすることができました。園長ありがとう。あー、団長の腕の疲れが限界だ。でもあともうちょっと。えい、うん、枝が切れました。そしてね、この木をお部屋の中に入れたいんだけど、入るかな？お、入りました。でね、ここに床に藁を敷いて、あとはご飯とかを用意して、お迎え準備は完了です。はい、というわけでお部屋完成。木登ってくれるかな？放心状態。皆さん、この生き物がなんだかわかりますか？この子たちはカナダヤマアラシ。ヤマアラシと聞いてみんなが想像するのは地上で生活している姿だと思うんだけど、実は
ヤマアラシには大きく分けて2種類、地上性と樹上性がいます。すんぐりむっくりしたフォルムと乗ったりした動きが超かわいいよね。あー、たまらない。早速木に登った姿も見せてくれました。あー、かわいい。なんだそのポーズ。重たそうな体なのに器用によじ登るね。2匹とも1歳ぐらいなんだけど、結構もう大きくて、この部屋じゃ狭いかなと思ったので早めに別の部屋に移してあげようと思います。登ったり隠れたりするスペースをもっと作ってあげたいな。これはクジラ川動物園に来て数日経ってからの様子です。初日に比べて随分と落ち着いた感じがしますね。野菜や果物、乾燥フードをあげていますが、意外にも一番好きなのは乾燥フード。木の皮なども食べるらしいので、硬くて歯ごたえのあるものの方が好きなのかな。そしてこの子たち、上半身はふわふわの体毛だけど、下半身にはしっかりと山嵐らしいトゲがたくさん生えてます。このトゲ、返しがついていて刺さると痛いんだって。お互いが怪我しないよう十分注意しながらお世話しないとね。今回はカナダヤマアラシくんたちのお迎えまでを紹介しましたが、また可愛い姿が撮れたら動画にしたいなと思っているので、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。見てみたい仲間たちのリクエストなんかもコメント欄でお待ちしてます。それでは本日はこれにて閉園ガラガラ。またねー。